陸軍飛行船体、大日本帝国陸軍飛行船体、飛行船体、飛行船体は、陸軍航空部隊こと、大日本帝国陸軍の航空部隊における部隊、編成単位の一つ。通称は船体。帝国陸軍における、軍隊符号中の略字は、FR 内視会。1930年代後半に、従来の飛行連隊から、飛行船体へ改編されて以降、 シナ事変、日中戦争のモンハン事件、太平洋戦争、大東亜戦争を経て、敗戦に至るまで、陸軍航空部隊、他に陸軍航空隊、陸空軍、空軍、陸足とも故障において、中核となる実戦部隊編成単位であった。なお、飛行船隊は、あくまで陸軍航空部隊において、基本となった編成単位であり、 陸軍航空部隊自体には他にも独立飛行中隊といった核、飛行部隊が多数存在していい。そのため、帝国陸軍の航空戦力自体を指し示す場合は、陸軍航空部隊と呼称することが適当となる。本校では、飛行船隊のみならずた関連部隊など、陸軍航空部隊自体について詳述する。日本軍航空部隊は、観測気球の装備、 運用を目的とし1904年、明治37年に編成され同年の日露戦争に従事した臨時気球隊を原点とする。これは翌1905年、明治38年に気球班となり、さらに1907年、明治40年には気球隊に改編され、交通兵両断霊下となった。飛行機で編成された実戦部隊としては、 第一次世界大戦、日独戦争した1914年、大正3年の太貸の戦いに、初めて実戦投入された臨時航空隊、太貸派遣航空隊が、日本陸海軍初の実戦飛部隊となる。1915年、大正4年12月10日には臨時でない常設の飛行部隊として、日本の航空発祥の地である、所沢陸軍飛行場にて、 航空大隊が編成され、1917年、大正6年には、計6個大隊を保有していた。1919年、大正8年に勘がたる、陸軍航空部が、設立、1925年、大正14年に、陸軍航空本部に昇格し、同時に、航空陛下が独立した。1920年代から、航空部隊のさらなる拡張を始めていた。 英国陸軍は1922年、大正11年に従来の航空大隊を飛行大隊と解消、さらに1925年には飛行連隊に昇格され1930年、昭和5年に軽発行連隊及び気球隊を保有していた。実戦飛行部隊としては飛行連隊そのものが出生するのではなく、 飛行連隊内で編成された飛行代隊内し独立飛行中隊が動員される。1930年代後半、ソビエト赤軍、赤色空軍を仮想敵とした研究の中で航空兵力差を補う効率的な航空部隊の運用法として空地分離方式が検討された。これは従来の飛行連隊から整備、補給などの支援部門、地を切り離し、 飛行部門、空だけを高速で、前線基地へ展開させるという構想である。この構想を実現するために1937年、昭和12年から満州所在の飛行連隊の空地分離が進められ、飛行部門の飛行船体、FR、海と支援部門の飛行場大隊が編成された。日本本土の飛行連隊についても、 飛行船体と飛行場代替への改変は行われたが、本土の部隊は固定的な防空任務を予定していたために、各飛行船体の例下に飛行場代替が置かれ、従来と実質は変化しなかった内地型船体。教育飛行部隊については、飛行船体編成は基本用いられず、教育飛行連隊、1944年前後より、教育飛行隊に解消が、 基本単位だった。1938年、昭和13年には、陸軍航空総幹部が設置され、航空総幹以下部員は、陸軍航空本部圏、同年に分離独立した、陸軍航空士官学校を筆頭とする、航空関連学校を管轄した。太平洋戦争開戦時には、計十六個戦隊を有しており、対戦中の百四十三年、 昭和18年にも空地分離の改良が行われたが、編成、飛行船隊は編成の変化はありつつも、陸軍航空部隊の基本的な隊単位として維持され、敗戦までには、計92個船隊に上った。なお、帝国陸軍の空艇部隊、落下山部隊である、低進弾、冷下に低進連隊、滑空不評連隊などでは、低進兵の輸送やグライダーの栄光を行う。 飛行部隊として、停心飛行船体、滑空飛行船体が編成され、共に停心飛行団、RFB に属し、1944年末には、第一停心集団に連続した。飛行船体の編成として、部隊長たる、船隊長が在籍する本部、船隊本部を筆頭に、基本は三個中隊、FC、飛行中隊から構成され、本部、船隊長は、 飛行場代替、霊下に、中間整備を担当る、整備中隊及び、飛行場の警備を担当する警備中隊を、事実上隷属し、また、各中隊長は戦闘整備を担当する整備班を、隷属していた。飛行文化、戦闘の戦隊の1個中隊の編成は、編隊の最小単位となる1個分隊、分隊長期と両期の計2期が2個分隊集まり1個、招待。 小隊長期以下の計4機を、その小隊が3個集まり1個中隊、中隊長以下の計12機であった。これは陸軍航空部隊がロッテ戦法、シュバルム戦法をドイツ空軍から伝授され使用し始めた1942年後半以降の標準的編成であり、それまでは最小編隊が3機となる決定をもとに12機からなる中隊を編成していた定数も参照。 しかし1943年9月の飛行場代隊の大幅な改変とともに飛行文化、戦闘の戦隊には同年9月以降中隊編成に代わり新たに飛行隊編成が敷かれた。従来の中隊編成は機材の整備、管理や人事が個々の中隊ごとに独立しており損耗や移動の激しい戦闘戦隊においては不都合があった。飛行隊編成とは 従来の中隊の垣根を取り払い、これを統一、一元化した飛行隊を新設するものであり、これは、船隊本部の直属とし、飛行隊自体の指揮官としては飛行隊長を新設し、船隊長専任将校を任命した。また、各中隊が連続していた整備班は、整備招待となり、同時に、船隊本部令下となった、整備隊本部のもとへと移行された。これにより、 機材の一元管理化が行われ、整備班不整備員ら地上勤務者を含む大勢の人事まで掌握、指揮しなければならなかった中隊長の労苦も軽減された。この改変により、戦闘戦隊における部隊編成単位上の中隊は廃止され、編成表からなくなり統一した飛行隊となったものの、多くの戦隊では、 機材管理や人事においては飛行編成を適用するものの中隊故障を使用、内視中隊編成自体に戻されることが多かった。具体的な故障としては、一般的には従来の中隊症、第1中隊、第2中隊、第3中隊等を投収し他は、飛行体症、第1飛行隊、第2飛行隊、第3飛行隊等、対象、第1隊、第2隊、 第3体等が使用されており、中には無線電話等において使用される、コールサインを兼ねた愛に近い名称。飛行第47戦隊の、朝日隊、第1中隊総統、富士隊、第2中隊総統、桜隊、第3中隊総統、飛行第244戦隊の、そよ風隊、第1中隊総統、突風隊、第2中隊総統、風機隊、 第3中隊総統を等の使用もされている。対戦後期になると、外地部隊を中心に重なる損害と滞る、補給のため消耗し部隊の維持が困難になる戦隊が多くなり、それら部隊は後方に移り戦隊員、空中勤務者、地上勤務者と装備の密令を受けたり、他の戦隊、独飛中隊、独飛隊などと統合され戦力回復を果たすのが一般的であったが、 ニューギニアの戦い末期やフィリピン防衛戦末期では、その戦力回復も絶望的となり、また大勢からなる戦隊員の広報退却も不可能として、貴重な空中勤務者のみが装備機や輸送機で脱出し、整備員ら地上勤務者は現地で不評部隊に改編され壊滅、解散した戦隊も存在した、中勤務者の脱出もままならず地上で戦死した例も多い。 飛行戦隊を中心に、陸軍航空部隊の核飛行部隊には、以下の飛行文化、文化及び相当の装備機種が決まっていた。部隊や時期によってはこれら核文化や機種を束ねることも、あった。主に対戦後期においては、さらなる戦闘隊増強の要求から、重爆、軽爆、襲撃から、戦闘へ文化を転化した操縦者や部隊目、また戦闘隊が落下タンクの代わりに、 爆弾や多弾を搭載し、戦闘爆撃機として、臨時の軽爆、襲撃隊として使用されることも珍しくなかった。偵察隊とりわけ、司さ,さだは、戦略偵察任務の特殊性や、大きな需要から、部隊、船船戦隊、戦隊1個中隊、独飛中、独飛隊の改編や、吸収統合が、特に激しく複雑であった。 飛行船体が保有する機体の定数は、時期や、部隊や、装備機種にもよるが、おおむね太平洋戦争当時は一個中隊が、飛行文化、戦闘では12機、重爆、軽爆、つかささだ、偵察では機で、船体としては、約24から36機アルファー、本武器、予備機など、が、一般的であった。これは、中隊編成から飛行隊編成に改変された。 対戦後期の戦闘戦隊も基本同様となる。また部隊によっては、長母上の定数に含まれない、人数外の機体として、排気機の修復機や、路角機を保有している。飛行戦隊の長は、戦隊長で、階級は、大佐、中佐、小佐、大尉が捕食する。戦隊でも、飛行文化によって、違いはあるが、太平洋戦争開戦前頃までは、大佐、 中佐、小佐が一般的で、太平洋戦争前中期には中佐、小佐が多くなり、後期には大尉が任命されることが珍しくなくなっている。帝国陸軍、陸軍航空部隊においては、指揮官率先の伝統から、船隊長は階級や文化を問わず原則的に空中指揮官であり、自ら船隊が装備する第一戦機に登場司令課の本部領機や隊、 飛行隊を引き、積極的に、空中式と戦闘を行うものとされた。そのため飛行台64戦隊の加藤武雄中佐や、宮部秀夫少佐、飛行台244戦隊の小林照彦少佐、飛行台22戦隊の岩橋譲さん少佐などを、筆頭に少なくないエースパイロットたる、戦隊長を排出していると同時に、多数の戦死者や負傷者も出しており、 対戦末期には貴重な中堅空中指揮官を温存するために、戦隊長の出撃を控えるよう、その旨の例を上級部隊から出されていた戦隊も多々、あった。一方で、重爆、軽爆の場合は、戦隊長は必ずしも操縦者としての教育を受けた者がなる、ものではなく、その場合は、霊下中隊長機など指揮官機に同乗しての空中指揮を行う。 例として1941年7月に97、式重爆を運用する、飛行第98戦隊長となった、薄井刺激大佐、過去に駐在部官、参謀本部勤務は、同年12月のビルマ攻略戦ラングーン、爆撃任務において、機上戦している。さらに、指揮官卒戦は、飛行戦隊に止まらず、上級部隊である、飛行団、団長、 飛行団長でも珍しいものではなかった。飛行団は戦術単位の部隊であるため、戦隊長ほどの頻度ではなくとも飛行団長も空中指揮官として飛行団司令部に配備されている第一戦機ないし霊部隊機に登場ないし同乗し、零下飛行部隊を引き空中指揮を取るものとおれていた。特に戦闘戦隊をメインとする戦闘飛行団ではそれが常識であり、 操縦者出身かつ、大佐、中佐級の古参高級将校たる団長の多くが、操縦官を握り、実戦に出撃している。例として、独立第十五飛行団長、今川一作少将、第十二飛行団長、川原八郎大佐、第十四飛行団長、寺西民屋中佐、第十六飛行団長、新動常ねえも中佐などがおり、中でも16回 B 町、振動中佐は、 本土防空戦において B-29 を一気確実撃墜している。なお、これらの指揮官率先の伝統はアメリカ陸軍航空軍やイギリス空軍でも同様であり、飛行船体に相当する飛行隊、米英、飛行団に相当する航空軍、米の指揮官は自らが出撃日本軍航空部隊と感化を交えている。一例として、 英国陸軍航空部隊の一式戦が挙げた、裏付けの取れている、多数の確実戦火中の高級指揮官機としては、第5爆撃航空団司令官ウォーカー准将機、霊下第43爆撃航空軍、リンドバーグ小佐先に同乗し、爆撃任務空中式中に飛行第11、戦隊機の攻撃を受け悲劇追、B-17、第468超重爆撃航空軍、 司令ホールカ対策第1野戦補充飛行隊及び第17連戦飛行隊機の攻撃を受け悲劇追 B-29 第348戦闘航空軍司令カービー対策アメリカ軍指ース、飛行第77戦隊機の攻撃を受け悲劇追 P-47 第530爆撃航空軍司令ミルトン中佐 飛行第64戦隊機の攻撃を受け悲劇追、P-51、第1特任航空軍司令ゲイティ対策、飛行第4戦隊機の攻撃を受け悲劇追、P-47、第1特任航空軍司令、国蘭対策、飛行第50戦隊機の攻撃を受け墜落寸前の状態まで被弾、期間後に上級部隊より、以後の空戦参加禁止命令を受領。 p-51 などがあり、さらにこのほか米英飛行隊長機の多くを撃墜している。飛行船隊を筆頭に、各飛行部隊の上級部隊として、主に以下の部隊が存在し、陸軍航空部隊を組織していた。核となる飛行船隊が2個以上集まり、旅団に相当する団である飛行団を編成した。1935年、 昭和10年の組織改編で生まれた部隊である。長は団長、飛行団長で、少々、大佐、中佐クラスが捕食し、司令部を置き数名の部員を要した。各飛行団のうち、独立の証拠を関する独立飛行団は、飛行士団ではなくさらなる上級部隊、航空軍航空指機関の直属となる部隊である。また、主に練習飛行隊、教育飛行隊、 連征飛行隊といった各教育飛行部隊を例下に持つ飛行団として教育飛行団も編成されている。さらに飛行団が2個以上集まり戦略的単位の師団である飛行師団を編成した。1942年昭和17年4月以前は飛行師団は飛行集団と称しており飛行師団はこれを解消したものである。中核となる 飛行船隊の他に支援部隊である航空地区司令部、FTB、飛行場代隊、飛行場中隊を連続、航空通信団司令部、FTB、航空通信連隊を連続などを連続している。長は、師団長、飛行師団長で、中将が補食し、司令部を沖参謀長、大佐級1名、参謀数名、高級副官、兵器長、警備部長、軍医部長など部員を要した。 このほ他、霊下に教育飛行団などを持つ飛行士団に準ずる、教育部隊として、航空士団や、教育飛行士団も編成されている。1944年6月、航空総監部が管轄していた、学校、講師校及び各小飛行を除くは、軍隊に改編され、明けの陸軍飛行学校に代表される主要、各陸軍飛行学校は共同飛行士団となり、当初は、 共同航空軍、クファ、同年12月より、第6航空軍に、改編に連続した。なお、熊谷陸軍飛行学校は共同飛行士団とならず、上記の航空士団、第52航空士団となっている。後に明けの時たちの共同飛行隊は、飛行船隊、前者が第111船隊、後者は第112船隊となった。戦闘機を大量に集中運用。 戦闘戦隊、戦闘飛行団を、主に集中配備する飛行士団に準ずる部隊として、対戦後期のフィリピン防衛戦時に、第30戦闘飛行集団が、最末期の本土防空戦時に、第20戦闘飛行集団が編成された。長は、集団長、戦闘飛行集団長、飛行集団長で、中将少将が捕食し、司令部を置く。飛行士団の改編前の急称たる。 飛行集団とは異なるものの、軍隊符号は同じく FC。1942年6月以降には、常実の飛行士団を束ねる軍として、航空軍が編成される。長は司令官、航空軍司令官で、中将が捕食し、司令部が置かれ参謀長、高級参謀、参謀数名、高級副官兵器部長、警備部長、軍医部長、法務部長や部員を要す。 さらに、大戦末期の1945年、昭和20年4月には、主に日本本土防空を任務とする全陸軍飛行部隊を統括する総軍として、官賀である陸軍航空総幹部を改編した天皇直霊の航空総軍がなされた。長は司令官、航空総軍司令官で大将が捕食し、司令部を沖三望長、三望副長、高級三望、三望数名、 兵器部長、経理部長、軍医部長、法務部長を筆頭に、部員や司令部付約700人近い人員を要した。陸軍航空部隊の中核である飛行船隊のほか、主に以下の実戦飛行部隊が多数編成されており、帝国陸軍の屋台骨を支えていた。これらは、基本的に飛行船隊や飛行団に連続せず、さらなる上級部隊高級指揮官の直属となる、 独立の証拠を関する部隊である。独立飛行中隊、FCS、独飛中隊。独飛中は、約1個飛行中隊。定数はおよそ10機前後で編成され、飛行士団、飛行集団や、航空軍に直属する。長は中隊長で、少佐、隊員が捕食。独立飛行中隊は、編成が小規模ゆえに特に機動的に運用され、その任務制から、 飛行文化、司さ,さ偵察、軍、佐田、自家教、大戦が多かった。飛行船隊の支援部隊としては飛行場大隊が当てられるのに対し、規模の小さい独立飛行中隊には飛行場中隊が主に当てられていた。1941年7月には、上記の独立飛行中隊を2個以上束ね、航空軍や飛行士団、飛行集団に直属する。 実戦部隊である独立飛行隊 f ズ、独飛隊が編成されている。長は隊長、飛行隊長で大佐、中佐が捕食し、本部を置いた。一方で、対戦後期に編成された独立飛行隊は、規模が小さく特殊なものになっており、1944年末にサイパン島及びテニアン島のアメリカ陸軍航空軍飛行場を長距離夜間奇襲爆撃するため、 浜松共同飛行士団にて編成された第二独立飛行隊は、新海マレスケ少佐を飛行隊長とし9機の97重爆を、記号作戦にて、技列空挺隊を輸送指摘飛行場に、強行着陸を完工した第三独立飛行隊は、諏訪部忠ダ隊を飛行隊長とし12機の97重爆を装備、運用していた。陸軍航空部隊の飛行戦隊、定震飛行戦隊、 独立飛行中隊、独立飛行隊、飛行団、司令武器、練習飛行隊、教育飛行隊、連成飛行隊、自家教飛行隊、野戦補充飛行隊、司令部飛行班、飛行校、航空学校、航空士官学校、特別攻撃隊など、航空機を有する大半の軍隊及び艦画や、学校は職種を問わず部隊マーク、戦隊マーク、戦隊標識、部隊標識、 舞台衣装を有し、これを機体に描いていた、描画場所は視人性の良さから垂直尾翼が多く、大掛かりなものは、機体側面や機種、水平尾翼にも描かれていた。舞台マークは、隊員や関係者が自前で考案することが大半であり、これらはフランス空軍に反を取った帝国陸軍公認のものでおののの所属を識別する重要な標識であると同時に、 隊員の指揮や団結心を高める存在として重要視されていた。中には派手で個性的な衣装も多かったことから、いわゆるノーズアートに相当する側面もあった。一例として、舞台マークに矢印、車矢印を用い一式戦、春の垂直尾翼に描いていた、加藤春戦闘こと飛行第64戦隊にて、当時整備班長として在隊していた。 新見一郎元少佐は空港案当時を解雇し、以下の証言を残している。海軍航空部隊では、極めて簡素かつ地味な識別記号、カタカナ、漢字、英字、数字等の組み合わせをもって、所属を表しており、ごくわずかな例外を除き陸軍航空部隊における、部隊マークに、あやたる勝者な文化は存在しない。 陸軍航空部隊でも台湾沖航空船から沖縄船まで第762海軍航空隊指揮下で戦った飛行第7戦隊は従来のアラビア数字の7を図案化したマーキングを廃止7から77のように海軍指揮の所属戦隊と基番号だけの識別符号を採用していた。なお、現在の航空自衛隊偵察航空隊がテールマーク 舞台マークとして使用している光とレンズの衣装は偵察航空隊初代司令偵察航空隊長である生井清キヨシ空トの発案によって生井二佐がかつて属した帝国陸軍航空部隊の飛行台33戦隊の部隊マークがモチーフとなっている生井は最終階級陸軍少佐飛行台33戦隊第1中隊長を経て戦隊長エースパイロット これら部隊マークの中でも、飛行船体では、中隊、飛行隊ごとにマークを色分けすることが多かった、中隊色。飛行台104船体のようにマークではなく、垂直尾翼上端、主翼端、スピナーを塗り分けた、部隊。飛行台244船体のように、船体本部のみ垂直尾翼前面を赤で塗り、中隊色の塗り分けは、主脚カバーの機体番号に留め、 マークは共通で白とした部隊など、例外も存在する。例として、第64戦隊では、車矢印を、戦隊本部は、コバルトブルー、第1中隊は、白、第2中隊は、赤、第3中隊は、木で、飛行第50戦隊では、電光を、戦隊本部は、青、第1中隊は、赤、第2中隊は、木、第3中隊は、 白で塗り分け区別していた。なお、第50戦隊のエースパイロットである、穴吹里志軍曹が自称していた異名、白色電光戦闘穴吹は、穴吹の原体である、第1中隊の中隊色、白色、舞台マーク、電光、飛行文化、戦闘に由来する。また、第50戦隊、太平洋戦争中期以降や、飛行第72戦隊のように、 部隊マークにのみならず、プロペラのスピナーやエンジンのカウリング先端をも中隊色で塗り分ける船体も存在した。中隊が廃止され飛行隊編成となった大戦中後期の戦闘船体においても編成、機材の統一運用はするが、中隊故障を使用ないし事実上の中隊編成を復活する場合が多かったため、中隊色自体は継続して使用する部隊もある。 舞台マークのデザインは多種多様であり、また舞台の誇りでもあるために、舞台によっては衣装の凝らされたものも多い。例として以下のような衣装が使用されていたがこれらは必ずしも固定されていたものではなく、時期や在地といった都合によって衣装を変更する舞台。同舞台で複数のマークを用いる舞台は珍しくなく、帝国陸軍には数百個谷の舞台マークが存在していた。 上記の一例のみならずさらに自由なマークも大量に考案されており、例として以下のような特に複雑、派手、個性的なマークも存在した。また、第64戦隊は、社矢印の、さえお前は足を衣装化した、石州王95戦や97戦に、独立飛行第47中隊は垂直尾翼のストライプと共に、三つどもえに式色戦。 正気の操縦席横にいていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。